も私のチャンネルを見てくれてる皆さん、ありがとうございます。その感謝の意味を込めて、今回はギブアウェイをしたいと思います。今回ギブアウェイでプレゼントするのは4つのコスメになります。1番はこの MAC のチャージドウォーターリニューアルディフェンスという化粧水です。化粧する前に肌に吹きかけてもらっても OK ですし、お肌が乾燥したなとかお化粧直ししたい時に、お化粧の上からも使えるミストになります。使い方は、3プッシュしてもらって、お化粧の上から押さえてもらうと乾燥対策にもなって、お化粧の持ちもすごく良くなります。これが1番。2番はこれも動画で何度か出てきているんですけれど、ミネラライズスキンフィニッシュライトスカベードになります。これはいつもハイライトとして使っています。これはなんかラメが大きすぎなくてギラギラしすぎないし、浮きすぎない感じなので、すごくおすすめです。これが2番です。3番はこれも私のお気に入りのMACのプロロングアイライナーです。このアイライナーはジェルのライナー、ペンシルタイプなんですけど、ジェルのライナーみたいにすごく芯が柔らかくて、これが3番のプレゼントになります。ちなみにMACのシャープナーを持っていないという人は、コメントのと応募するコメントのところにシャープナーも欲しいですって書いてくれたら、シャープナーとこのアイライナーをセットでプレゼントします。4番目は1番芯のグロスレベラトゥールパーフェクトピンクです。これも動画で使っていて、普段からも使っているグロスになるんですけれど、これは見た目は透明なんですけど、唇のペーハーに合わせて色が変わるというちょっと変わったコスメになります。酸性に反応してピンクになるみたいで、疲れてる時とかはちょっと色が濃くなったりとかするグロスになります。人によって色が変わるので試してみてください。これが4番のプレゼントになります。このギブアウェイのプレゼントに応募する資格なんですけど、まず最初に私のチャンネルに登録していること、次にこの動画を見ていいねをしてくれること、次にコメントで何番のプレゼントがいいのかというのを残してもらうことです。期限は12月31日までで、2月に当たった方に、抽選で当たった方にプレゼントを送りたいと思います。私のチャンネルを見てくれている人の中には、なかなか高いコスメだと買えませんっていうコメントを残してくれる人もいて、今回すごい高いプレゼントではないんですけれど、ぜひこの機会に応募して使ってみてください。皆さんいつもありがとうございます。ぜひ応募してください。また次のビデオでお会いしましょう。